皆さん、担当式試験お疲れ様でした。えー、それでは、企業法の回答速報を始めます。担当は薬専任講師の森村です。えー、それでは、まず回答を読み上げていきます。もうあのアップされているとは思うんですけどね。えー、5つずつ見ていきます。26631。二六六三一で、五一五一二、51512。63564。63564。6, 3, 5, 6, 43246、えー、これが回答になっております、で正当可能性ですけれども、えー、今回は正当、あまず、まあとりあえず移しておきますか、もういいですかね、はいあんまり持ち時間ないのでね、いつものように、で正当可能性ですけれども、正当可能性が高いものがまあ12問ぐらいあるかなと。えー でこの12問については、まあ、間違っても1つぐらいにとどめておきたいですね。といっても、まあ、なかなかその本試験の緊張の中で、うん、1問ミスぐらいに収めるのは大変ですけどねで、えー、難易度というか正当化の世中程度のものはこれもまあ 1, つはあ1つというか 半分ぐらいは正解したいなということで、えー、3から4ですねで、正当可能性低いものは、これはちょっと正答は難しいと思います、えー、そうすると、えー、正当可能性の高い問題で、まあ、55から60ですよねで、正当可能性中ぐらいの問題で、えー、15から20、でまあ、これがゼロとすると、まあ、合計は、まあ、そうですね、70から80という。 まああまり何の意味もない数字になっちゃいましたけど、まあ、75ぐらいは取ってほしいですけどねあの解いてて皆さんものすごく難しかったっていう感じは持たれたと思うんですよでも蓋を開けてみたら意外と合ってたんじゃないかっていう気もするのでそこでまあ,あの70からな80ま7575、あ、75ぐらいですかねそれぐらいはまあ取ってほしいなっていう、えーまあ、いつもの 着着地地点に着地しちゃうんですけどねそれで今回のまあ、出題形式と、まあ、簡単にあの担当分析会本試験分析機会はまた土曜日にありますのでその時で詳しくお話しますけどまあ、基本的にはまいつもと同じですね、えー、出題形式について出題数配点 問題紙4紙で選択肢6紙っていうのも同じですよね、ただ分野別出題数がちょっと変わってまして、ですね、まあ、総合っていうふうにつけましたけど、まあ、ちょっと新傾向の出題形式の問題が出ましたね、あと持ち分会社が出なかったっていうのも、えー、まあちょっと例年とは違うところですね、組織左辺が3問も出てると、まあ、これは時々ありますからね、それぐらいですかね。 であとは判例が7市出まして、で会社法施行規則1クエスチョンってつけてますけども、これはあの会社法施行規則に一旦飛んで、でそこからこう会社計算規則に飛ぶっていうことなので、内容は会社計算規則が4市出てるということですね。で、難易度につきましては、まあ、ここのところずっと難しいんですよ、もうあのずっと、ずっと難しいんですよね。で今回ですけども、 まあどうですかね、47ぐらい、前回よりちょっと優しいかなって、でも1%ぐらいの違いなんていうのは、誤差みたいなもんですからね、まあ、相変わらずずっと難易度が高い状態が、難しい問題が続いているというふうにえ思っていただいていいと思います、企、まあ、業法がまだ今、終わった時点で、他の科目のことも全然わかりませんし、で結局、その、 最終的なボーダーラインというのはもちろんその全科目の総合点で決まるわけですからねですからまあいつものようにその膨大ーーラインについてはまあ企業法とはあまり関係のないところで決まってくるということなのでですからまあ企業法で何点取ったかっていうのでまあそんなに一喜一憂する必要はないかなとは思いますそれではまあ簡単にいつもと違うところあたりをちょっとお話ししていきましょうかね えと基本的な問題というのは皆さん、問題をお持ちでしたら見ていただきたいんですけれども、全部あの、正しいものの組み合わせとして最も適切な番号を1つ選びなさいと、まあ、いつものパターンですよね、正しいものの組み合わせ、ただ、えー、問題19だけはですね、まあ、実質的には同じなんですけれども、その提出しなければならないものの組み合わせっていうことで、 えまあこういう取材形式になってましたけども、これもまあその提出しなければならないものの組み合わせとして、正しいものはどれかというふうに聞いてるのと、基本的には同じですので、取材形式で特に迷うようなことはなかったですね。で今回の特徴としましては、神経口問題えーといいましょうか、そういう問題がえ取材されました。で問題文を読んでみますとと取締役役会及び監査役を置きと でただ、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがある会社っていうことですね。ってことは、そういう定めを受ける会社ですから、この会社は非公開会社なんですよね、全株式譲渡制限会社ってことになりますよね、でそれをこう問題文で明示してないんですよ、これまあ珍しいですよね、今までこういう形はなかったですよね、問題文の読み取りが必要、読み込みが必要になってきます。そうすると、例えばあのの足で取締役会招集を請求した株主は、 当該請求に基づいて招集された取締役会に出席し意見を述べることができると、でこれ、367条4項に規定があるんですけれども、その367条4項で、監査役設置会社除くってなってるんですよね、監査役設置会社の場合には、この規定は適用されませんと、ところが本門の場合、監査役は置いてるんだけれども、会計限定ついてますから、この会社は監査役設置会社じゃないんですよね。 ですからこの「あ」の条文がそのまま適用されて「あ」の足は丸ということになりますよねで次「い」の足取締役が株式会社の目的の範囲外の行為をする場合において株主が当該取締役に対し当該行為をやめることを請求するには当該行為によって当該株式会社に回復することができない損害が生ずる恐れがあること,があることを要するとでこれはもしこの会社が監査役設置会社だと丸になるんですけれども この会社は関西役,、えーえー、役設置会社じゃないですからねあの会計限定ついてますのでだから著しい損害で足りるということになるわけですよねでうの足当該株式会社は位金の配当を受ける権利に関する事項について株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款で定めることができないとでこれは109条2項を聞かれてるわけですけど、まあ、いわゆる俗人的種類株式 なんですけどもこれは今度非公開会社であれば発行することできますよねでそうするとこの会社は会計限定ついてるってことは非公開会社なのでう、えー、の足はできない罰できるってことになりますね。で株株主はそのする株式を他人に 譲り渡そうとするときは当該株式会社に対し当該担任が当該株式を取得することについて承認するか否かの決定をすることを請求することができるこれは要するにこの譲渡する株式が譲渡制限株式であるかどうかを聞いてますよね、これで、繰り返しになりますけども会計限定ついてるってことは非公開会社、非公開会社ってことは全株式譲渡制限会社ですから、ですから絵の足は正しいってことになりますよね。 でまあ、これも新傾向と言えるのが問題7ですね問題7も新傾向問題とえ言えますで取締役会設置会社以外の株式会社というふうに書いてますからこれ非公開会社なんですよね全株式譲渡制限会社ですよねですから、まあ、これはあの足だけ見ればいいかな、うん、株主総会は、えー、会社法に規定する事項及び株式会社の組織運営管理その他株式会社に関する 一切の事項について決議することができるあ。これはもう大したことなかったですね、これは、えー、と非設置会社、取締役はこれは非設置会社だからですね、ですね、いで,でした、イの足です、えー、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項および招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができると。でこれ6 100分のの3以上の議決権を有する、 株主っていうふうに書いてあって、6ヶ月の保有要件については、規定がないですよ規定というかこ、このあののこ足に書いてないですよね。ってことは、6ヶ月の保有要件不要だっていうことで、この足見ていかなきゃいけないわけですけれども、この会社は非公開会社ですから、6ヶ月の保有要件は不要であるというところで、これは丸るってことになるわけですよね。だから、問題文に明確に示されているのは、取締役会、非設置会社っていうことなんですけれども、であの足。 ウの足エの足はそれで解けるんですけれども、イの足だけは非公開会社であるということですよね、取締役会設置会社じゃないってことは、非公開会社であるということ、そこで解く問題ということになりますね。はい、それでは、えー問題、問題2ですね。えー、こ,れあでこれはまあ普通に 難易度の高い問題だけ見ていきましょう、正当可能性の低い問題だけ、まあ、中くらいか低いかという、そういう問題ですよね、で商工医に関する問題で、えー、これは何ですか、あこれはあの足、匿名組合員は営業者の営業時間内はいつでもお営業者の業務及び財産の状況を調査することが検査することができるかと、まあ、それやられたらやっぱり営業者も鬱陶しくてしょうがないですからね。 だから重要な自由があるときに裁判所の許可が必要ですねということで、まあ、これはどうですかね、いつでもやられちゃうちょっと面倒くさいなという感じで罰つきますかね、で井ノ端、商法上の中立ちにはその媒介した売買契約の目的物を自ら売り主に引き渡したときは買い主に対し当該売買契約の代金の支払いを請求することができるかというと中立人というのは契約の当事者じゃないと。 だからまあ条文もこれ、544条、商法の544条という条文で、まあ、支払いその他の給付を受ける権利、給付を受領する権利はないというふうに書いてますので、まあ、どうですかね、これは、うん、形人が当事者じゃないということを知ってれば、罰はつけますかね、つ,、えー、つけられますかね、はい。というような問題でした、でえー、同じく難易度の低めの問題ですよね。 問題10ですね、これも難易度中の問題で、監査等委員会設置会社における取締役の報酬ですね、井の足がこれ難しいですよね、えー、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬について、監査等委員会の意見を述べることができる、なんか,なんか一見正しそうなんですけどね、361条5項なんですけども、これ、うの足と比較して読むと、 これどっちか間違ってんなって感じは出てくると思います、宇野はし、監査党委員会が選定する監査党委員は、株主総会において、監査党委員である取締役以外の取締役の報酬等について、監査党委員会の意見を述べることができる、どうですかね、まず、監査党委員っていうのは、監査役に似てるところがありましたよね、監査役も監査党委員も、お仲間である監査役であったり、監査党委員の報酬については、意見を述べることができるわけですよね。 でこれはイの足に書いてあるような監査党委員会の意見じゃなくて個人の意見、述べられましたよね。でこれに対して、うの足はこれはあの監査役にはない権限で監査役にはない権限で監査党委員の党の部分ですよね監査党委員のまさにこの、えー、党,党の部分なんですけども党ってことは監査をはみ出した権限を持っているよっていうことですよね。だから通常の監査役にはない えー、その監査等委員である取締役以外の取締役、つまり取締役の役割をする取締役の報酬についても口を出すことができると、だから、まあ、この意味でんその、えー、指名委員会等設置会社の報酬委員会ほどの権限はないんだけれども、えー、通常の監査委員会の権限よりは、 うんそ,のそれを超えた権限があるというのでそれで監査等委員会という名前になっているわけですよねだからそこをこう、えー、しっかりとこう認識できたかというところで、まあ、ちょっと難しい問題ですよねであと、絵の足で監査等委員である取締役の報酬等の総額の最高限度額が定款または株主総会の決議により定められている場合 取締役会は監査等委員である、監査役、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として、法務省令で定める実行を決定しなければならない、これ、方針定めなきゃいけないかっていうと、まあ、これはあの報酬の透明性、取締役の報酬の透明性を高めるということで、改正になったところなんですけども、ただこれはあの監査等委員である取締役っていうのは、基本的に監査役の役割をする人ですからね。ですから えー、それはのぞかれてるわけですよね、この方針定めなきゃいけないという場合に、監査等委員である取締役がのぞかれてると、まあちょっと細かいですよね、条文でいうと361条の7項柱書き、361条の7項柱書きになるんですけども、まあちょっと細かいとこだと思います、えー、もうちょっといけるかな、もうちょっといきましょう、問題12ですね。えー、会計産業に関する 問題でですねでこれはですね、あのあ,あの足は別に問題ないな、あの足はいいですよね、意の足、会計参与はいつでも会計参与設置会社の業務及び財産の状況を調査することができると、これはそこまでの権限はなかったですよね、えー、あくまでもまあ計算書類作る人なので、その計算書類作る過程で、子会社について、その、 業務、財産の状況を調査することができるという権限はあるんですけども当該会社については、えー、いつでもってわけじゃなかったですよねであとは、う、えー、の足で会計参与には取締役会の招集請求権がないんですよね、まあ、これなんかまあ一覧表でその例えば監査役にはあるけれども 会計作策にはないっていうようなとこなんですけどもこのないっていうね一覧表にないっていうところをこう思い出せるかっていうとなかなかそこのとこは難しかったんじゃないかと思いますはい13、えー、計算のところですねえー、これはなんだあこれはあれですねその,ああの計算 会社計算規則136条の問題なんですよね。でね、これをその難易度中にしたんですけれども、これ皆さん、その会計士受験生の皆さんにとっては、いや、こんなの当たり前じゃないかっていうことかもしれないんですよ。その辺の感覚がちょっとわからないので、試験終わってからまだ、あのまだ今、企業終わった段階なので、誰とも話してないので、これわかんないんですよ。だからその、これがもし、正当可能性高いとなると、 まあ実際には平均ってもうちょっと予想平均点も上がると思うんですけどね、いかがでしょうかね、えー、はい、えーまあ、そういう問題ですね。で、17番、問題17。これは正当可能性低いというふうに判断しました、株式買取請求についてなんですけども、 まず意の足がですね、えー、と株式買い取り請求を受けた会社は裁判所の決定した価格に対する効力発生日後の法定利率による利息を支払わなければならないと、まあ、いかにも当たってそうなんですけどもこれってその協議期間満了後なんですよね協議期間満了後の法定利息を支払わなければならないというところなんですけど細かいですよねこれはね。 で宇野橋最高裁判所の判例によれば、吸収合併等により企業価値の増加が生じない場合、えー、株式買い取り請求にかかる株式の買い取り価格である公正な価格とは、株主総会決議の時点において、株主総会決議がなければ、えー、その決議が有していると認められる価格をいうと、いわゆる中かりせ価格なんですけれども、これ、 あの株主総会決議の時点じゃないんですよね、これ、もう細かいですよね、これ、判例はあの基準日というのを買い取り請求日、買い取り請求権行使した日っていうふうにしてるんですけども、まあ、どうでしょうね、これ、論文当連では出したんですけどね、うーん、まあ、これは難しいですよね。 N はし、最高裁判所の判例によれば、株式移転により企業価値の増加が生じない場合以外の場合ですから、まあ、生ずる場合を考えてもらえばいいですね、その場合、株式買取請求にかかる株式の買取価格である公正な価格とは原則として株式移転計画に定められていた株式移転比率が公正であったならば、その株式が有していると認められる価格を言うと、えー、生ずる場合以外の場合です えー、増加が生じない場合以外の場合ですから生ずる場合を考えればいいんですよね。そうすると公正な価格で、えー、結局そのシナジー効果を含んだ価格ってなりますからこの足で正しいってことになりますよね。でいいんですよね。 えとまあ、どっちか、これはややこしいなど、それでいいですよね、生じない場合以外の場合だから、生ずる場合を想定すればいいんですもんね。はい、えー、ということですね。で問題18。 株式交付に関する問題ですねで、これは井の足を見ていきますと、株式交付親会社及び株式交付子会社は定額に別の定めがない限り、株式交付に際して当該株式交付親会社が交付する対価の額が当該株式交付親会社の純資産額として法務省令で定める額の5分の1を超えない場合を除き、それぞれの株主総会の決議によって、株式交付計画の承認を受けなければならないかというと。これはあの 株式交付子会社は、まあ、別にあの株式交付の当事者じゃないですからねあの別にその株式交付自体は株式交付親会社とでその子会社の方の株主との間の関係ですので株式交付子会社は特に関係ないので承認決議もいらないですよね。 での足株式交付親会社は株式交付子会社の同意を得た場合に限り株式交付計画について計画において定めた当初の効力発生日から3ヶ月以内の日をもって新たな効力発生日とすることができるとでこれはあの同意を得た場合に限りというところがなくて、まあ、これもまあ株式交付子会社は当事者じゃないので、えー、その同意はいらないということなんですよね。はい、最後20問 問題20発行者による公開買い付け、まあ、普通はまあ発行者じゃないものによる公開買い付けがまあメインですけどもこれが出ちゃいましたねであの足ですけども公開買い付けの対象となる上場株券等には新株予約券 証券及び新株予約権付き社債券が含まれるかっていうと、これはまあ、あの上場株券のみなんですよね。だから自己株、これ要するに自己株の取得ですからね。まあ、自己株の取得しても、まあ、そんなにその変動生じないですけども、あの、えー、っと、その、あれですよね、あの会社の支配権者の変動なんか生じないわけですけども、ただ、自己株取得の弊害なんかが生ずる場合がそれはありますから。だから、外部利害関係者にやっぱり情報を開示しましょうということなので、ですから、もうこれは。 あの、株券だけ対象にすりゃいいってことですよね。で、井の橋はこれ有名だからいいと思いますよね。自分で買い付けるんだから、意見表明報告書なんてのは内閣総理大臣に提出する必要はないということですね。はい、そんなとこです。で、もう一回回答を出しときましょう。 はい、いかがでしたでしょうか、えー、それでは企業法のお、まあ、簡単な解説はこれで終わります。どうもお疲れ様でした